仙台港は宮城県仙台市宮城野区、多賀城市、七ヶ浜町にまたがり、太平洋に明けた仙台湾に面して位置する港湾施設の通称。正式名称は仙台塩釜港仙台区。地元では建設当時の通称仙台振興やその略称振興が今でも通用している。港湾管理者は宮城県、中核国際港湾、国際拠点港湾、 特定港開港出入国港県役港に指定されている。仙台塩釜港は仙台区と塩釜区の二つに港区が大きく分かれる。仙台塩釜港仙台区を宮城県では仙台塩釜港仙台港区と称し、その範囲は陸上の港湾施設区域に加えて花節灯台がある廃先から七北田川河口までの海上沖合も含まれる。当は、 1964年の仙台湾地域の新産業都市指定を機に、多賀城海軍工廠の跡地や周辺の停止地に臨海工業地域を形成する目的で砂浜を掘り込んで建設された。その後、商工としての機能を付加して1971年に開港した。1991年に国際貿易港として整備計画が決定し、 証拠としての機能が拡充されていったため、仙台都市圏の外交あるいは宮城県及び東北地方の物流拠点となっている。北米やアジア、京浜港などとの間で、外内膨定期コンテナ航路を有し、また海上コンテナの鉄道輸送定期貨物路線、横浜号でも京浜港と結ばれており、国際海上コンテナの輸送手段として、外防ダイレクト、内航フィーダー、 鉄道と三つのモードが揃う国内でも珍しい港湾である。また、東北地方では、数少ない40フィートコンテナを扱える、仙台港駅を有する。原油、自動車、重油、液化石油ガスや各種製品を貨物として扱う。2006年の貨物取扱量は3694万2000トンで、入港船舶数は7024隻だった。 旅客も取り扱っており名古屋港及び苫小牧港。仙台港はレジャースポットとしても利用されている。北東部にある港浜緑地公園を中心とする地区では毎年トライアセロンの国際大会やビーチバレー大会が開かれている。中央航路に面した仙台港中央公園海岸広場には転落防止策があり、釣り客が見られる。 紅葉海浜公園前の砂浜は国内で著名なサーフィンエリアの一覧の一つとなっており国内プロサーフィン最高峰ツアーであるジャパンプロサーフィンツアーの中で最も歴史と権威があるオールジャパンプロが開催されたまた南に隣接するカモオヒガタではバードウォッチング、潮干狩り、乗馬が盛んであり日本一低い山である日和山もあるあとに 仙台港が設置された長浜の1945年頃の地図。長浜には多数の石湖があり、加毛競馬場もあった。仙台湾仙台湾の港の歴史及び塩釜港歴史も参照歴史的に、千円地区には内陸都市の外交が築かれており、道の区国府、多賀城の外交は、構図、多賀国府と岩切りのそれは、港浜。 仙台城下町のそれは、ガモウと塩釜という具合だった。明治初期に延びる筑光が台風で設置間も、なく廃港となった後、宮城木道が宮城県発の軌道として、仙台区とガモウとをつなぐとガモウが一時交流する。しかし、日本鉄道本線が塩釜港の塩釜駅まで開通すると、塩釜港が仙台市の外交の地位を得た。仙台市の砂浜に港を築く計画は、 岡崎英松市長が1956年に市議会でその必要を説いたことに始まる。1958年には東北大学教授の富田義雄が仙台港と総合工業地帯建設の構想を発表して具体的な構想を描いた。富田は1万トン級の大型貨物船が接岸できる良好がないことが東北地方の工業振興の妨げになっていると 考えた。しかし、塩釜港を工業港にすると湾内の養殖漁業と観光に悪影響がある。仙台市域の北東隅の長浜海岸の砂浜を掘り込み、南北に防波堤を備える新しい港を建設すれば、多賀城海軍工廠の跡地や停止地、水田を工業用地に当てることができるので、給料に狭められ周辺の市街化が進んだ。 既存の港を拡張するより優れているというのが、富田の意見であった。地図に描かれた港の形こそ異なるものの、基本的な考えと位置は、現在の仙台港の原型をなす。そして1961年には、宮城県と運輸省が実行に関する調査を実施した。これと別に、国は三大都市圏に集中する産業を地方に分散する必要を認め、 1962年に新産業都市建設促進法を制定した。宮城県はこの法律に基づく新産業都市の指定を求めて運動し、1965年3月に仙台市から石巻市まで含めた仙台湾地区が指定を受けることになった。新しい仙台港は新産業都市建設の中核的事業に位置づけられた。仙台港の建設は国と宮城県により、 1967年12月に着工、1971年に完成して7月17日に開工式が行われた。建設の際には、仙台市追分家地区が、道市中野新町に、七ヶ浜町港浜地区の約160戸が、道町うたい地区に集団移転し、七北田川河口のカモウヒの2、3が埋め立てられ、低山運河の構内部分も破壊された。 現在、旧多賀城海軍交渉、南区の跡地は仙台港の臨海工業仙台港は塩釜港の一部機能を流用したため、行政上、塩釜港仙台港区という塩釜港の一部の扱いだったが、1991年に国際貿易港として整備計画が決定されると、物流機能が仙台港に集中して主客逆転し、2001年に、 仙台塩釜港と解消して重要港湾から特定重要港湾に格上げされた。震災翌日の仙台港周辺の空中写真。2011年3月12日撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。仙台港、フェリーターミナル太平洋フェリーが以下の航路にフェリーが就航している。フェリーターミナルへは 仙台駅前から宮城交通バス仙台港線で仙台港フェリーターミナル下車外港航路内港フィーダー航路このほか横浜港本目埠頭仙台港間に海上コンテナの鉄道輸送定期貨物路線横浜号があるまたこの横浜号とつなぐ形で海上コンテナを鉄道とコンテナ線で運びシベリア鉄道などでロシアヨーロッパ中国につなげる 関日本海、新安ドレール構想の実証実験が行われた。掘り込み工部は、長軸の中央航路と短軸の北航路で構成され、のような形をしている。中央航路は、航校から北航路の分岐部までは、外航、分岐部より、西側は内航と見ることができる。不当の水深は14メートルから7.5メートル。中央航路の外航の北側、 および北高炉は臨海工業用地とこれら施設のための桟橋となっており、新仙台火力発電所、ガスや石油基地といったエネルギー関連施設が並ぶ。中央高炉の内向には工場も立地しているが、旅客、貿易港としての機能が集積している。北側には仙台臨海鉄道の西南側には工場が並んでいる。工場地区の東側。 中央航路の外交部南側に不当があり、大型コンテナ流通施設が並んでいる。北側の不当南側の不当中央航路の突き当たりには野球場とテニスコートが併設されている仙台港中央公園があり、その北側にはコンベーションセンターである夢メッセ、宮城や仙台港国際ビジネスサポートセンター、アクセルがある。現在では、 週末を中心に展示会などの催しが開催されている。この地区では過去に87未来の東北博覧会と国際夢交流博覧会の2回の地方、博覧会が開催されたことがあり、また、荒ロックフェストのような若者文化の開催地ともなった。現在、仙台港ハイ地と地区各整理事業が行われている。センター地区には、 三井アウトレットパーク仙台港やカインズモール仙台港など大規模なロードサイド店舗が集積している。また、閉館したマリンピア松島水族館を運営していた仙台急行が移転計画をしていたが、資金調達の目途が立たなくなったことから白紙となった。その後、三井物産、横浜八景島、在政企業4社の経6社者が出資して、 仙台水族館開発株式会社が設立され、2015年7月に仙台海の森水族館としてオープンした。仙台港の建設は仙台を一躍有名なサーフスポットに変えた。港の南側の砂浜では外洋から入る海里と南防波堤の反射波によって型の整った大きな三角波が発生するため、サーファーやボディボーダーを引き寄せている。 紅葉不当の南の砂浜から七北田川河口までの長浜と呼ばれる海岸線がサーフスポットとなっている。サーフスポットとしては仙台振興と呼ばれることが多いが仙台港、振興あるいは南防波堤を略して南防、南防などと呼ばれることもある。仙台港をホームとするランキング上位者には2006年5位のダニーメルハドがいる。波は下記に高く陶器に低い。 そのため、下記は、ショートボードや、ボディボード、陶器は、ロングボードに適している。基本的に、南の七北田川の河口に行くにつれて、波が大きくなるのであるが、海底の砂の形状や、親潮、黒潮、台風によるうにりや、南防波堤の反射波などの所要因が重なり、場所によって、波の形状や、大きさが違ってくるので、地元サーファーの間では、 さらに細かく区分けされている。例えば、クイマエと言われる場所が最も波が大きくて上級者向けと言われている。うねりはかなり遠くからも到達し、例年の台風なら、紀伊半島を沖あたりに到達すると、仙台港にも解説波が入り始める。2006年に発生した台風12号の場合は、ハワイ沖にあるにもかかわらず、直達波が到達して、 最大8メートル程度の波高になった。遠くで発生したうねりは周期が長くなる傾向があり、晴天でなぎであっても急激に波高が大きくなるので注意が必要である。なお、宮城県沖地震や地球の反対側にある地理で発生した地理地震の際には津波が到達しているので、気象台発表の平均波高以外にも注意が必要なサーフスポットである。コンテナ不当から 七北田川河口までがサーフスポットとしての仙台新港海面に見えるうねりの形状が仙台港内は平面派であるのに対し、サーフスポットとしての仙台新港の方では南防波堤の反射波の影響等で複雑になっており、かつ波も高くなっている。杭前は写真上で大きな離岸流ができているあたり、砂浜の最北端部は 無料の駐車場。2002年から毎年日本プロサーフィン連盟主催のプロサーファーによる国内最高峰ツアー、ジャパンプロサーフィンツアーが開催されている。例年、台風シーズンの9月から10月に開催される。太平洋上の台風から届くうねりを期待しての時期、設定である。サーフスポットの砂浜沿いには津波対策用の高さ3メートルから15メートル程度の どもりがあるが、これが建設意図にはなかったであろう、観客席としても使用できるため、観戦にも適した開催地となっている。2003年から2007年までは、ツアーの中で最も歴史があり、賞金総額が最も高いオールジャパンプロの開催地として選ばれた。このサーフスポットでは、様々な場面で仙台サーフユニオンが活躍している。同ユニオンは、 サーフィン大会を主催、共催しているほか、検討局と協議して、サーフスポットに隣接する、資材置き場を無料駐車場として開放した。また、同ユニオンの主催で、毎月第2土曜日に、ビチクリーンも行っている。同ユニオンは、サーフスポット及び周辺に、黒板や標識を設置して、長寿保護区の保全や、サーフスポットでのマナーアップの喚起も行っている。 仙台の他のサーフスポットでは、その日の波の情報が書かれた黒板も設置している。港の拡張工事で埋め立てられる仙台港サーフスポット仙台港では、コンテナ流通量増加を受けて、拡張計画が進行している。計画では、紅葉布島の南側のサーフスポットとなっている海を、九井前まで全て埋め立て、高砂布島と連続したコンテナターミナルとすることになっており、 このサーフスポットは消滅する予定である。また、現在構内には、トヨタ系の関東自動車工業岩手工場の年産36万台の、うち23万台を移出するため、約7ヘクタールのヤードがあるが、トヨタ系のセントラル自動車の宮城県大平村第二、仙台北部中核工業団地への、進出計画により、移出、輸出用の大型コンテナ船が接岸できる岸壁の、整備や、 完成自動車の保管ヤードを15ヘクタールに拡大することを仙台商工会議所が国に陳情しており、さらなる拡張で長重保護区のカモヒ型にも影響が及ぶ可能性がある。そのため、地元、サーファーが中心となって宮城の海を守る会を結成し、海浜公園の設置を目指して署名活動をしている。1986年から、 トライアスロンの国際大会であるジャパントライアスロンシリーズが仙台市、岐阜県海津町、熊本県本土市の3大会で行われている。1987年の JTS 仙台大会では七ヶ浜町がスイムとバイクのコースに組み込まれた。1995年からは仙台港北岸にある港浜緑地公園を中心として宮城国際トライアスロン。 七ヶ浜大会が開かれている。コースは七ヶ浜町を中心として一部が仙台市宮城野区にかかり、起伏に飛んだ道程を走るランやバイクの区間は難コースとして知られる。この大会は国際トライアスロン連合のコンチネンタルカップや日本トライアスロン連合のジャパンカップなど様々な団体の認定大会となり、 国内で5本の指に入る重要な大会の一つとなっている。各団体による名称は、ITU トライアスロンコンチネンタルカップ、七ヶ浜大会、NTT トライアスロンジャパンカップトップ大会、宮城県トライアスロン選手権大会などである。ありがとうございます。